え、皆さんこんにちは。ムンチャクパフォーマー頑張りまっするガンバーマサルです。さて、まずはお詫びです。先日ですね、死亡遊戯のヌンチャクコンビネーションのやり方という動画をアップしたんですけれども、実は一つだけ訂正しなければいけないところがあったんですよね。この動画では、それについてちょっと訂正したものをちょっと皆さんにご紹介していきたいと思います。さて、どの部分が違っていたかというと、一番冒頭ですね、冒頭のヌンチャクを出すシーン、あそこが実はちょこっとだけ違ってたんです。どういうことかというと、あの動画ではこのヌンチャクの連結部分、紐やチェーンの部分をですね、袋のここの方にして入れてください。そしてここからこういう風に出してくださいねという風にご紹介をしたんですが、本当は Z 型、そう、 Z 型に畳んで袋の中に入れてました。で、じゃあ、なんで外の訂正しなかったんだって話ですよね。そう、実はちょっと裏話というかをするとですね、あの動画をアップした翌日か2日後ぐらいかな、僕の先生は岡本良二さんって人なんですけども、先生から、いやー素晴らしい解説だね。でもね、袋の入れ方はああじゃないみたいよね。っていうことで、今のご指摘を受けたんです。Z 側で入ってんだよ、あれって。ご指摘を受けたんですけれども。じゃあ、ちょっと訂正すればいいじゃんって話だったんですけれどもね。はい。理由としてはですね、大体のヌンチャクは、今の Z 型だと袋に入りきらないんですよね。こんな感じで。はみ出ちゃうんですよ。はい。だから、多くの人が、ちゃんと、再現できるようにという、袋に収まりきるように、こういう風にしときたいなっていうのが理由としてちょっとあったんですよね。ただ、この度ですね、コメント欄でご指摘いただいたので、だったら、ちゃんと正しいのを紹介しなきゃなということでですね、ちょっとこの動画でご紹介させていただくことにしました。では、改めて、ご紹介なんですけれども、ケースの入れ方、さっき言ったように Z 型で入ってます。これ、紐がちょっと長めのやつなんですよね。はい。この長めの紐のもので入れてみると、ケースの中に、入る。ちょっとはみ出てますけどね。だいたい入るわけですよね。で、ケースから出すときなんですけれども、こうちょっとここで、引っ張って抵抗をつけてから、ポン。で、袋を投げて、これは前回の動画で紹介しましたね。当たる。っていう感じになってるんですよね。で、この後なんですけれども、この後は、前回の動画でも解説をしてたんですが、ここからはちょっと違うルーティンを紹介してみようかな。前回、死亡遊戯。だったんですけれども、その死亡遊戯で撮影されたアクションシーンをより多く取り入れた映画っていうものが、あるんですよね。ファンの方はもちろんご存知だと思います。ブルース・リー・イン・ GOD 死亡的遊戯っていう映画があるんですけれども、その中だと、この後に、こういうコンビネーションが入ります。じゃあこれについて解説していきましょうか。まず、当たって決めました。その後に、驚いたか、驚いたかって言った後に、入れ替える。入れ替えたと思ったら、打ち回しを2回から決め。こう決めますからね。こっちじゃなくて、こっちに決めます。もう一回やってみますね。はい。まず袋から取り出して、このルーティーンをやりました。から、サプライズ、驚いたか。入れ替えて、入れ替えたと思ったら、打ち回し、決め。というふうにやりますからね。じゃ最後に一回だけやりますね。驚いたか。ターン、入れ替えて、打ち回し、決め。こっちだ。そう。ヌンチャクちょっとこっち側にして、こうですね。こうではなくて、こっち。ってことになります。じゃ最後に、一連でやってみましょうか。じゃあ、まずヌンチャクを Z 型にして、袋の中に入れます。はい。そしたら、死亡遊戯では、ヌンチャク自分で拾うんですけど、この、GOD 死亡的遊戯だと、ヌンチャク持ってきてもらいます。お供の人が本当はいるんですよね。で、ヌンチャク持ってきてもらいます。袋を受け取りました。そこから、驚いた。
感じになります。はい、というわけで今回は死亡遊戯の解説動画の訂正動画ということでアップロードさせていただきました。もしね、ご迷惑をおかけした方がいたら本当に申し訳ありませんでした。ね、でもこれからもヌンチャクぜひ楽しんでいただきたいと思います。では、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。